気の毒に。
した時に声を失ったんだな。娘一人助けるために冥界に飛び込んでいくとはな。それがあいつのいいところでもあるが、さてどうしたものか。あいつを使うか。あいつなら喜んでイーノックを助けに冥界へ行ってくれるだろう。イーノックはかつて自ら地上界の素晴らしさを聞かせ、人に憧れを抱くようになっていたアルマロスと激しい戦いを繰り広げた。その最中、冥界から現れた何者かがナンナを誘拐してしまい、イーノックはアルマロスを残して後を追った。その献身的な行動にアルマロスはただ圧倒され、悲嘆に暮れるのだった。